城の主、何でも敗戦の際高名な茶器と爆死したとか。茶器と神獣とはさも表下たやつよの。
の物の価値は分かるまい。主の誠実たる才能、それが引き金となってこの地に魔性の種を生んだか、あるいは引き寄せたか。
伝えば下のお宝が。容赦なく女子供にまで手を出しかねぬ。一刻も早く地下の穴蔵に潜ませねば。
Thank you.
あの偏屈じじいめ、信長様の度重なる恩情を不意にしようとは。一族老頭、おなごともども、皆殺しにされても構わぬというのか。我らにもはや勝ち目はない。茶器一つで加盟がつながるのならば信長に譲り渡せばよいもの。
白としてウヌにこれを渡すわけにはいかぬのよ。
火花を咲かせ地獄巡りと参ろうぞ。
捧げてこそ武士の誉れなり。
主も見える口か。平雲の茶釜、久方ぶりよ。一服立てて死んぜよ。茶もわからぬか。まあよい、お主に興が湧いたわ。この茶室好きに使うがよい。主君を殺め、将軍を殺め、大仏を焼き、山岳を成したと信長に言わしめたこのわしが、主ごときに見えると思うたか。わしのことは男女とでも呼ぶがよい。